ゆかたポッドキャストへようこそこのポッドキャストや私大石優香とクリエイティブアシスタントの佐ろさんと奈々さんと気になるテックニュースや動画制作の裏舞台などをおしゃべりします今週のエピソードはゲストとして iPad でクリエイトするクリエイター平岡裕太さんにお越しいただいていますいろんなことについておしゃべりしたいと思います今月のゆかすとポッドキャストのスポンサーはオラフラフイです皆さんは eSIM 使ってますか私は今回日本に今いるんですけどアメリカから 来てて、e、で無制限データプランを使っています今まではね海外旅行に行ったら海外ローミングしたりとかポータブル w i f i 借りたりとかいろいろそういったことを皆さんしてたと思うんですけど最近だと eSIM を買ってすぐにアクティベーションすることができます。オラフライの e sim は世界中178所 をカバーしていて、そのうち63箇所で無制限データプランがあります。料金は90日間で 4GLT の通信が1日あたり約130円とめちゃくちゃお得になっています。旅行中もデータを気にせずにマップを確認したり、SNS に楽しい様子を上げたり、Uber を呼んだり、いろんなことができます。使い方は簡単で購入後に届く QR コードを設定から読み込んで、 すぐにインターネットに接続することができますクーポンコードゆかおおいし YUKAOHISHI を使って5%オフになるのでぜひチェックしてみてくださいということで今回のゲストは平岡さんですこんにちは平岡です久お久しぶりです半年ぶりあんまり久しぶりな感じしないですけどね僕は全然 <laughs> でもコラボが結構久しぶりか。コラボはそうですね。一年二年もっとあコロナ中に一回。コロナ中でリアルはリアルは本当ライカの時じゃない？そうです。平岡さんが YouTube 始める前、いや始めてから僕一緒に撮ったの覚えてます。一緒に写真撮りに行った回。あそれもあったね。そう。かそかそか。だから三回目でコラボ自体はであの僕ブログコラボで YouTube 一回コラボして今回三回目とか 結構歴史が長くなってきてますね私たちもそうですね結構いや確かに2018年ぐらいですよね<か>は初めて会ったのがそうかもしれないですあの時も冬。中目待ち合わせでしたね、うんうん、そうここ中目なんですけど <laughs> ね。いや元気ですか元気ですゆかさんは、うん、最近何してるイメージかなコミュニティやってるイメージありますうん、うん、ねなんかコミュニティの 話がちょっと気になってるみたいな。あ、そうそうなんかこれ話すときね、そうなんかゆかさんといえばコミュニティかなと思ってちょっといろいろ教えてみたいなと思ってます。いやよろしくお願いします。お願いします。あの新年一回目ということで。あ確かに開けましておめでとうございます。開けましておめでとうございます。2024年です。4年か。4年か。あっといますね。だからもう6年ですね僕らもね。そうですね。 なんか深深いですね考え深いでですすねね <laughs> しかもいきなあの私がいきなりメールしたじゃないですかきっかけそうっすよ覚えてます覚えて,覚えてますそうマジびっくりじゃないですかいやそもそも僕知らなかったですもん初 <laughs> めゆかさんあ本当ですかそう いや知ってたのがツイッターを見たことあったのかそれぐらいね一応相互フォローだったと<あ>思いますあっそうしたら知ってたんだでなんか,だか相互フォローだからいけるか,けるかなってか怪しまれないか,か,かなと思って相互フォローだからさすがに会おうってなったのかそうかなそうかでもほとんどあんまりめ名識というか、うん、う会ったこともないし喋っ,、ね、ったこともないしそうですねただブログを見てなんかすごいす敵な人だなとっいっす,うございます日本に行くんでみたいなちょっと口実じゃないですか そうですね、そうですね。結構なんかいつか会いましょうとかだと、結局会わなかったりするけど、逆に日本にいる方が会わないね。そうそうあのこっからここまでしかいないんで、この中から日程選んでくださいみたいな感じで。あの時は中目であって、渋谷行きましたねなんかね。渋谷でなんかあれかあれ最初はあゆかさんと一緒に写真撮り歩いたやつやりましたよね。フィルムのやつ。そうフィルム。そうで。 2、あのー、人で撮った写真をカフェで撮て30分ぐらい長くなってはいはい、はい、プレミア公開し,しましいそれを覚えてます。そこかからももうう年,年経っっっちちゃゃていやすっかりお互いんんとになってましたね平岡さんはもう 出世されていいいいやいやいや,いや全然そんななことないですよ <laughs> ただもう YouTube に活動移したって感じなんですけどあ,あそうかブログはもう最近じゃ更新しそう全然やってないで,、ねううん、できないですそっ,っちも,、ね、もう忙しいですよね忙しいですね,ね会社もやってゆか,ゆかさん忙しいんですか忙しい気がする <laughs> ゆかさんって普段何やってるのかちょっと教えてほしいですああ<ー>、うん、最近の一番のチャレンジははい 英語チャンネルを始めましたあーなんかそれ言ってた気がしますし<う>何本か動画見た気がしますあ本当ですか、はい、ありがとうございますあのもうゼロから始めて一応その日本の方にも一応なんかやりますよとは言って応援してくれる方もいると思うんですけど、うん、まあ基本的にはもう英語であっちの人に向けてそうそうそうなるほど全部やってみようということで今それをやりつつでもその日本語チャンネルも更新していかないといけないのでそれもやりつつ やったりあと2023年はあのノーションのあの t o m っていうサービスをやってました夫と一緒に2つぐらいリリースしてましたよねそうなんです2つテンプレートがあるんだけどテンプレートとそのウェブサービスみたいなのが使わて,てそうそう、ね、上動く請求書管理とか、ね、そうそうそう API で全部引っ張ってきて PDF にダウンロードできたりグラフで表示できたりみたいな感じのことをやったりうんうん、うん、っかじゃあ結構 YouTube やりつつそこから派生していろいろやってるみたいな そうですね。あとはまあコミュニティもやったりって感じですかねなるほどもう完全にクリエーターって感じですねそうですかねなんかこの前の「ドリップチャンネル」で由香さんはなんかクリエーターっぽいみたいなそうそう僕の中で由香さんはクリエーターっぽいんですよ一番どういうことですかそれはえなんだろうないやなんか YouTuber ともちょっと違う感じがしててんかこう こう新しい挑戦とかどんどんしてる感じがあるのと、うん、うんなんだろうなこう結構。 自分のプライベートな動画も上げるじゃないですか。それちょっとクリエイターっぽいななすね僕みたいなテーマに沿ってそのテーマをどんどん解説していくっていうよりも自分のライフスタイルとかも上げていくのがなんかクリエイターっぽいなああ、なるほど。あとこの番組のオープニングのアニメーションとかおしゃれだし。ありがとうございます。それもね、それをおしゃれって言ってくれて私が自慢したんですよ。コミュニティにいるクリエイターと一緒に作ったんですよみたいな。 感じでいやゆかさんは結構こういういろいろシリーズ始めるときにその,、うん、あのアイキャッチ的なところをかなりいつも頑張って作ってるイメージがあるんですよね、うん、そうかもしれないです毎、ね、日ノーションの企画だったりとかうん、うん、前僕が出させてもらったそのやつもオープニング結構しっかりしたしそこから結構気合い入れていくタイプなのかな僕が買ってって何 <laughs> かブランディングみたいなそ,うそ,うそ,うそこら辺もクリエイターっぽいなってそうかもしれない好きですねそういうの作るううの。 なんかそっちにめっちゃ時間かかっちゃうみたいな <laughs> <laughs> なかなか始められない,いこれは結構ね <laughs>、うん、あの割と高頻度にアップしてるしそうなんですよ結構週1ほぼ週1で見てますあのね2023年に始めて、まあ、40何エピソードぐらい出せたのでうん、うん、僕あれも好きですよあのスティレンも好きですよあありがとうございますスティレンもねあの2023年ちょいちょいやってたんですけど 1回止まっちゃうとねああそうですよねあれ結構僕ね好きだったんであげてほしいです2人で話してるのがすごい好きでしたありがとうございますまた頑張って2024年また再開して1週に1回やんなくていいから月1でもいいからコンスタントにやることが大事ですね止まっちゃうとね難しいですよね週1だと夫婦間でそんな喋ることないなみたいな確かにいや確かに夫婦であんな話せるのでもいいと思いますけどね まあねでも本当に2人とも在宅なんで、うん、ずっと一緒にいるから確かかにもうなんか結構あうんの呼吸どころかテレパシーぐらいになってるから <laughs> <laughs> いやそうなんです、ね、結構竹内さんのもう <laughs> なんていうかなもうぜ全部通じてるからすごい好きで <laughs> ああそうだよねみたいな感じでなんかもう全部 <laughs> そこでおおもう終わっちゃうみたいな。 聞いてる方はちょっとわわからんみたいなあれがいいんですよ逆に心地いいです。あ本当ですか。嬉しいです。いや面白いですあれは。えなんか最近あのキャンドル。ああ確かに。始めてません。そうですね。あの本当超タイムリーですね。先週ぐらい。まあこれ出てくる頃には先月ぐらい。はい。そうなんですよ。どういった経緯で？レイですね。なんかあの海外旅行。 に行ったんですよね、はいあ。スペイン行った時のきっかけなんか<ー>海外旅行行ってスペイン行って、うん、スペインの文化とかでなんか陶器のタイルとか面白いなと思ったのがあってなんか,なんかせっかく行ったからには良かったので終わるのがじゃもったいないなと思ったんですうん、うん、個人的に旅行とかってだからなんか大人の自由研究みたいな感じで僕は思ってて。 なんか旅行行ったらその旅行のいろんな新しい刺激得たんでアウトプットしたいなっていうところから始まったんですよすごい、めっちゃ素敵なお土産じゃないですかそうですねじゃ本当僕、結構そういうのが好きなタイプでなんか観光地ってすごいじゃなくてそこからなんか自分でこうなんかできないかなっていうのまあ多 YouTube だったら Vlog 撮ったりとかそうだと思うんですけどもなんか動画じゃないかなと思ってなんか一個作りたいなと思ってキャンドル作ってみました。 なななんんんででそこははにいすかね動画って忙しいじゃないですかもう動画これ以上作りたくないなと思っちゃってあとか海外旅行僕も行く前から動画はもう一切撮んないでいこうと思ってそうたんですけ撮っちゃうと動画モードというかちょっと仕事モードになっちゃうんでこれよくないなと思ったんですよねなのでまあ動画嫌ってよりもその経験をインプットして動画にでこで別の形で生かすっても全然あると思うんですけど 撮っちゃうともう動画のアウトプット結構、まあ、言い方あれですけどちょっと浅めのアウトプット Vlog みたいなで終わっちゃうのが、うん、なんか個人的きもっともったいなくてうん、うん、もっと自分のこの深いところまでその初めてヨーロッパに行ったんでうんそういうの感じたいなと思ったんであ,<ー>あえて動画は作らずにはい、はい、でじゃあこれをなんかアウトプットしたいなと思ってああいう形に今回やってみましたんなんか数量限定でそうですねもともとなんか 古物の陶器のタイルを自分で海外から仕入れて販売してるんでいっぱい量産できるもんじゃなくてなん今回は十2 0個ぐらいですかね作って結構ね意外と好評でしたえありがたいこと素敵ですねいや嬉しいですなんかねそういうのも作ってみたい欲もあったんですよ YouTuber とか動画のクリエイターとかってクリエイターって言いつつんか難しいとこあるじゃないですかなんかメディアでもありそうですね なんか広告代理店じゃないか, <laughs> なかそういういところやんか僕ゆかさんとか、うん、あとアミティ先生とかクリエーターっぽいなって思ってるんですけど、うん、その本,本業別に本業とか副業と関係ないと思うんですけど自分の活動がまずありますと、はい、絵を描いてますとか、うん、なんか 3D 作ってますとかそれを YouTube で発信するっていうのが、まあ、本来の一番いいクリエーター像かなと僕思,思ってるんですけど、うん、でも YouTuber っていうのがもう一つの。 職業になってくるとうん、うん、動画作ることが仕事でになっちゃうじゃないですかこう反,対にな反転しちゃうというかうん、うん、だからそこがちょっと僕の中でもなんかちょっとモヤモヤがあったんですよねもともと僕もいろいろ iPad でやったからそれをご紹介したんですけど<い>まあその動画が結構反響も大きくなってきちゃうし動画も結構作るの大変なんでうん、うん、動画作ることが結構 お主なワークになっちゃってるんで、うん、なんか自分でなんか作りたいなみたいな気持ちがあったんですよねうん、うん、でなんかそこでま試してみようかなと思ってちょっとあのブランド立ち上げた,た感じです、えー、えじゃあ第2弾とかもこれからあもう準備してますすごい全然ねでも本当に売ったら売るだけ赤字みたいな感じなんですけどあれはだから、まあ、そういう活動が、まあ、自分の中で一個持っときたいなと思ったんでうん、うん、そんな感じでライフワーク的にやっていこうかないい、ね、と思ってますやっぱ まあネット私たち二人ともなんかインターネット企業出身じゃないですか確かになんか,なんかそういうところから来てると結構なんかグロースしないととか、うん、これどうやったらスケールさせられるかとか<ー>その寝てる間にどうやってこうなんか分散させるかみたいなそういう思考回路になっちゃうから <laughs> はい、はい、そのキャンドルの話とかめっちゃゃ真逆じゃないですかです、ね、数量限定というか20個ぐらいしかなくて、うん、めっちゃ欲しいって言われてももう作れないし。 なんかちょっと赤字しなんかそういうのが逆にいいなっていうかそ発想がそうですよね、うんまあ、YouTube って本当あの今ゆかさんが言ったみたいな、うん、あのいかにグロースするか1個作ってそれをドカッと拡散するからですけど結構個人的にも、まあ普段の仕事はもうずっとネットなんでそういう考えなんですけどうん、うん、個人の趣味は。うん 割と古いものとか、確かにヴィンテージとか、ね、そヴィンテージのインテリアとか服とか、うん、そういうのも好きで、うん、なんで結構自分の趣向はそっちにあるんですよね。うん、まあなのでそういうのも一個や、自分でもやってみたいなっていうのが結構あったかもしれないです。うん、いいですね。いや、ちょっと僕もクリエイターの仲間入りしたいですね。めっちゃクリエイターじゃないですか。いや、ちょっと僕の中でゆかさん超えられないみたいな。<laughs> いやいやいや <laughs>。 え <laughs> でも平岡さんのお家のインテリアとかの服とかの紹介とかもすごい好きなんで、はいはい、いや本当ですか、うん、あれもメインチャンネルじゃなくてあえてサブチャンでやってるんですけど止まっちゃうとあ出せないんですよねあやっぱサブってなってるとその余裕があるときにやろうみたいな感じで余裕があるときは来ないそうそうなんです余裕なんてないんですよね <laughs> <laughs> そんな時は来な,ないそ来ないんで <laughs> でもあなんか 結構出してるはずなんですけどあっという間に1か月とかっちゃうんですよねサブチャンネルとかいうそこがんかもう1か月経ったんだと思ってでもあと余裕ないなと思って通ってないんですよでもポッドキャスト結構いいかもそういう意味ではあんまり編集せず確かに僕一時期音声配信やったんですよボイシーやってたんですよね半年ぐらいから結構頑張ってやったんですけどそれも止まっちゃったんですよね一人で一人でやってました そういう時は結構準備する感じいやもうあんまりほぼ準備なくて、うん、あの思ったことを話すだけなんで,、うんうん、で結構ね好評だったんですようん、うん、結構聞いてくれる方も多くてなんですけどちょっとやっぱネット活動の延長じゃないですか音声だと、うん、だったらなんかそのグロースの考えを捨てられなくて<ー>この時間あったら動画作った方がいいかなとかんか。確かに それもなんか元はアプリのボイスでやったんですけど、はい、YouTube で上げた方が見られるかなとか<ー>でも YouTube でそんな関係ないの上げたらどうかなとかいろいろ考えちゃって、うん、あと音声は、うん、本当に結構音声に関してはかなり個人的な話とかしたんでうん、うん、自分のなんかちょっとメンタル的にしんどい時にうん、うん、なかなか収録できなくてうん、うん、それで結構。 更新ができなかったのもあります、ね、しかも一人だと完全に全部出ちゃいますもんねそ,いやそうなんですよ <laughs> ダイレクトそう YouTube だったら全然生きるんですよねはい、はい、話すテーマは結構バチッと決まってるんでうん、うん、何でも話せるんですけどうん、うん、結構自分のこ心で話してるやつってなかなか気分がいい時じゃないと、うんうん、続けられないなと思ったのがありますねえ、そういうちょっとこう気分が落ちちゃう時もあるんですか まあ、うん、ありますね。そんなにめっちゃ落ちるわけじゃないんですけど。うん、うん、なんだ、まあ、余裕ない時ですね、ねうん、忙しい時とか。とかうん、なんか。そうですね、結構毎朝散歩とか、日回してるんですけど、うんうん、やっぱ。余裕なくなってくると、その散歩してる時間あったら、動画編集しないとみたいな。<ー>なで,でも、それやってると、どんどんよ、悪くなるなです、ねそ。そう、本当はその散歩した方が、効率で上がると思うんですけど。多分余裕がないんで。 朝起きてもう本当に起きてすぐ編集するみたいな感じになっちゃってよくないんですよね私も最近パジャマで編集するのやめようと思って本当に朝起きてすぐやってるから本当そうですよね本当にびっくりするぐらい起きてすぐやってますよね僕らね分かるあ十歩くらいしか本当本当いな本当にそれわかるだからちょっと切り替えないと確かに大事かもよくないから家にいるしそう 着替えるのと眼鏡じゃなくてコンタクトにするとかあ出勤だぞみたいな感じにした方がいいなと思いつつ僕結構一日パジャマですね <laughs> チェックのパジャマでずっと <laughs> もザッパーズな, <laughs> なっちゃいますよね <laughs>、うん、でもよくないと思いますねそれは絶対に。 暗くなった時に自分の反射した姿を見てやばいですやばいと思います本当になんか iPad とかよくあるいやそうよくある消した時におっさんだなって思います本当にやばいそうそれはねちょっと注意しますね切り替えがねそうですね切り替え大事ですよねなんか切り替えのためにじゃ散歩以外になんかしてることありますかえあとはご飯ですねうん これだけやってからご飯食べよう僕結構やるんですよなのでご飯普通に遅くなること多くてお昼とかお昼普通に3時とかに行くともってんかこれだけ終わらせたいみたいなで切りがいいところそうちょっと自分のご褒美的な感じとあとちょっとやる気上がんないなと思ったら逆に早めに行って午後から頑張ろうみたいなお昼ご飯でも結構調整してますなるほどねその切り替えのポイントというかそうですね1日の半分のところで そうですね。あとはなんかゲームしたりとかしてちょっと、うん、スマブラ？スマブラもしますし、結構いろいろあります僕。僕 <laughs> スマホゲーム結構好きなんであそうなんですね。はい、スマホゲーム何やってるんですか？いや最近ね、三日前ぐらいからめっちゃハマってるのが、うん、あのスレイザスパイアっていうスマホでできる千五百円ぐらいで買えるやつなんですけど、うんえー、めっちゃ面白いです。カードゲームなんですよ。うんえー、めっちゃハマってます。ソーシャルじゃない？ソーシャルじゃないです。えー、そうそういうのが好きなんです僕。ソーシャルのなんか お金どんなに課金したら勝ちかみたいなのは,はい、はい、あんまり僕は得,得意じゃなくてうん、うん、買ってコンピューターとずっとちまちまやってるのが好きなんですよね。ねじゃあコンピューターーータと対戦すするカードゲームそ,そう,そうなんかまあ一応 RPG をカードゲームでやるみたいなやつなんですけど,ど、ね、めっちゃ面白いですそうなんだ名作って言われてるやつなんであへーなんか最近 iPhone15Pro とかの画面というか、まあ、グラフィックスやばくて。はい レイトレーシングも入ってる。はいはいはい、そうですね、確かに。もうなんかすごいですよね。いや、なんかだって普通にあれですよね。バイオハザードとか、遊べるし、あとデスストも、あ、デススト、デスストもそうだ。そうっすよね。いや、普通になんかね、任天堂スイッチと僕、iPhone とどっちも遊べるゲームとか多分あるんですけど、iPhone の方がよっぽどあのいいんですよね。いや、それはそうだ。だってスイッチってあの画面720ですよね。画質。 解像そうそうあれ携帯もあったらたぶんそうやつねドックに入れるとちょっとよくなるんですけどドックネート1080そうやばいじゃんやばいですあとねめっちゃやっぱ重いですねロードとか結構重くて遊べないゲーム結構ありますなるほどねなんか iPhone だともうロードとか待ってられないみたいなそうそうそ iPhone だとほんとね1秒でもロードたら嫌になっちゃうんで早いっすね最近は私は最近アーケードにあるなんか日本の田舎暮らしみたいなやつ分かりますえなかてクセル な8ビットな感じなんですけど、結構そういうの好きかもしれない。あ,あの厚盛りみたいな感じ。厚盛りか。自分でなんか畑耕してあ、あのー。 牧場物語っなそうううそうそうあそ,うそ,うそう牧場物語わそれ絶対面白いやつだわでなんかあの住人のお願い事を聞い,てわい,いなそれとかで,でこれをなんかスペイン人の人におすすめされて <laughs> <laughs> あなた絶対好きだからやんな <laughs> でもなんかその内容がもうめっちゃ神社の修理をするとかすっごいなんか超日本的な内容だから<ー>これ分かってんのかなと開発日本じゃないんですかに開発日本開発日本なんだそうでもまあ、うん、多分アップルアーケードでグローバルにそっか スピの人分かってんないでもなんかやっぱ日本好きの人だとすごいいいらしいですもうん。そうそんなのやったりしてますけど私はハマりすぎるとずっとやっちゃうからえゲームとかするんですかそんなにあんましないんですけどそういうたまにそういうなんかあこれはハマったみたいなになるとあつ森もそうだったんですけどもうなんかちょっと異常なハマり方をしちゃうからちょっとなんか息抜きになってないみたいなそれがメインになっちゃうそうかそうか だから結構もうあんまりはまりすぎないようにあんまりはまりすぎないようにちょっとゆかさんもあってあれっすもんね言って6年前からずっと YouTube やってるじゃないですかコンスタントですよねなんか長期で更新が途切れることってまあないっすよねそうですね結構6年もやってる人いるじゃないですか人によっては結構休んじゃう人とかないっすもんねゆかさんもね確かにそう言われてみずっとやってるイメージありますいやほんとんかいい感じにその楽しみの部分を入れてるからかなああ あのやっぱ好きなんでんかそんなに見られなくてもいいやって思って出しちゃうからいやそれ大事かもしないですねなんかそれであの伸び悩むこともあると思うんですけど数字的にはそのなんか絶対特化した方がいいから、うん、だけどなんかあのそのみんなが求めてるものと自分がやりたいことをなんかいい感じにミックスするみたいないやー結局 YouTube とか、まあ、あらゆる発信の発信者の 悩みってそこですよね、うん、したいことと周りが自分に求めてることの折り合いのつけ方だと思いますもうめっちゃ数字に出ちゃうからそうここまで数字にこんなに出る人,出る,人っていうか出る職業もないじゃないか確かにそうですよね,ねしかもなんか十分のなんと,なとか、うん、そう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  <laughs> めちゃめちゃ数字でなんかね,ね集められるから、うん、そっか。 かゆかさんは結構確かにその辺のバランスうまくとってる感じしますそうですかねまあなんかあんまり気にしないようにしたりとか、うんまあ、結局それ途中でしんどくなっちゃったら意味ないですよねそうですねそうでもさっきの旅行の話で私もこの前ヨーロッパに旅行行った時に結構ずっと Vlog しててはい、はい、であのあこの辺で一回とっといてとか,なんかすごい頭の中で構成考えちゃうからちょっとね 100その場を楽しめない部分はありつつうん、うん、でも Vlog 撮っておくと後で見返して楽しいとか Vlog が好きだったらね全然<う>、うん、いいと思うんですけど結構友達と一緒にいる時に撮ってても友達もその後でなんか1年後とかで見て楽しいとかもあるからーかかホームビデオみたいなっていうのがあってまあいいかなと思いつつでもなんかそんなによくなかったところでたまたま入った とこなんかお店の名前出しといて他の人が行ってそんなよくなかったとかなったらそれはそれで申し訳ないしなかなか難しいそうかそうそれで言うとこの間大阪に行ったんですけど僕たまに大阪行ったら夜服屋さんがあって去年も行ったんですよその服屋さんでその時に実家帰省しますみたいなのを Vlog 出したんですよねで朝からお昼ここ食べてみたいなで服屋寄ってみたいなで一応それなんか iPad とのレビューしつ,つ Vlog みたいな感じだったんですけどつい先日その服屋さんに行ったら僕のことを知ってくれてて YouTuber とか行ってないんですけど、うん、なんか動画見てきましたっていう人が多かった<ー>調べた平子さんでしたみたいな、えー、でその人が、うん、そのお,お客さんが僕がその日回った大阪のこうルートを朝から同じルート回ってるんですって言ってその服が来たらしいんですよ。すごそんんな人いるんだと思って 僕別にそのアイドルじゃんアイドルなんかおすすめの大阪ルートとかいう話じゃなくもう全然ふらっと入ったところとかあるんですけど朝から回ってるって聞いてそんな人いるんだと思って確かに中途半端な店紹介するのは確かにちょっとあれだなって思いましたねねそうですよ、ね、あとなんかちょっと迷惑になっちゃう場合とかもあるかもしれない、ね、ああ確かにたまに僕あありりまますすすそれしして欲しいですとかえ嘘あります,あります さすがに、うん、あのお店の中とかがっつり打つときは取っていいですかって聞いてるんですけどうん、うん、結構ね、後から言われること多いんですよね、とまあ、いいって言ってもらったけど、うん、やっぱごめんなさいいとか、なんかやっぱお客さんがちょっと多くなってきちゃってとか、<ー>あとなんかそのオーナーの方が、うん、そのネットメディアの考え方が変わっちゃって、<ー>もうなんかオープンしないようにしてますとかで、決してほしいと言われることありますね。 でもそしたらその Vlog とか全部消さなきゃいけない。そうなんですよ。悲しいですね。それは悲しい。悲しいです。まあでもまあしょうがないからいつもやってるんですけど、たまにあります。あと紹介した服のブランドとか消してほしいとかそれもありますね。まあそれは僕が買ったやつなんで強制じゃないんですけど、できればみたいな感じなんでまあ面をかけなの嫌だしなと思って消したりします。あそうなんですね。私はまだそれはないけど、うんまあよっぽどじゃないとないと思うんですけど、とそういうの多いのかな。 どうなんすかね僕結構、育むのが個人でやった店とか多かったりするともしかしたら嫌がる人もいるのかもしれない。とかかもしれないですね。2024年そう今年の今年のなんか目標とか楽しみにしていることとか。えちょっと僕ねそういう話したいって言いながらちょっとうまく話せないんでっきゆかさんが大しです。 えっとね <laughs> 私は引き続きその英語チャンネルをめっちゃ頑張りたいの本当に英語チャンネルを始めてからすっごく YouTube の初心に帰ったんですよ<ー>なんか今の私の YouTube この日本語チャンネルの YouTube は、はい、まあ,ある程度登録者さんもいるし、うん、なんかそのカメラの前に私しゃべるみたいなことに対して全く抵抗がなくなっている状態なんですけど なんかいきなり英語になったりとか,なんかいきなりオーディエンスが変わったりとかするとなんかめっちゃなんかドギマギしちゃって恥ずかしいみたいな感じになるし、えー、そういえばこういう気持ちだったって思ってでそういう意味でもなんかそのよく私の YouTube でもあの YouTube 始める方へみたいな動画も出してるんですけどはい、はい、そういう時に私が言ってたことってすごい正しいと思ってるけど間違ってないんだけど、はいうん、ちょっと。 寄り添えてなかったかもみたいな。ああ、ちょっとすあのすごい実感した。バイアス的な感じが。そう、うん、そうですね。なんかあの言うてもそ,そうしたいけどそうできないんじゃみたいな。ああ、なるほどなるほど。ことあるじゃないですかな。はいはいはい。うん、なんか百本出せみたいな。確かに確かに確かに。<laughs> <laughs> それ間違ってないんだけど、うん、なんか言うても大変だよねっていう気持ちをもう一度すごい百パーセント思い出したから。うん、なるほど。またなんかそういう意味でもあの。 そういう YouTube のクリエーターに寄り添ったコンテンツも出せるかもしれないし、まあ、でも英語チャンネルを頑張って伸ばしてみ、うん、たいっていうので、うん、なんかまたちょっと見えてくる景色変わるといいなと最初はどういう思いで始めたんですかやっぱりアメリカに住んでいるからアメリカでやりたいと思って日本のチャンネルもすごいあのいいというか。 今まで頑張ってきたので別に捨てるとかじゃないんですけど並行してできたらすごくそのいいとこどりじゃないけどいいかもしれないと思ってそのアメリカの人は日本のことを知りたいと思ってるし日本の人はアメリカのことを知りたいと思ってるかもし,れないし確かで、ね、確かに,確かになんかそのクロスオーバーもできる可能性もあるしそんなな感じででるほどでも僕もその自分でキャンドルのブランドを始めた時にインスタ作ったんですよね。うんはいはい それフォロワーとかいいいななじゃ一最初から始めるときにフォロワーゼロの人が始めるのって今特に今めっちゃ大変だなってレッドオーシャンっていうかねみんないっぱいフォローしてるからどうやって増やすかは分かんないですもんある程度ベースがあればもちろんやりようはあると思うんですけどだから YouTube も今から始める人は僕もう絶対無理ですね無理やと思います僕は。 もうヒカキンさんいるからもうダメだみたいなまあいつもねいつもそうなんですけどいつもそうだから確かに確かに結局はでも100本あげるも結構最近100本あげれたから偉いんじゃなくて100本の間に5本目ぐらいでうまくポンといったのがあるとうまくいくから続けられると思うんですよね確かに成功体験そう全く一回もなく100本そうむずいですよね続けたらうまくいくっていうのは結構その通りだと思うんですけど 一方でうまくいったから続けられるっていうのも真かなと思って確かにだからなんか簡単にね100本うまくいった人が100本あげろって言っても想像以上に難しいのかな、うん、と思ったりはしますね。すねね確かになんかでもすっごいい俯瞰してみないとその一個,一個 結1個のことを10本中何位とか見てると本当続けられなくなると思うので5年後どうなってないかみたいな感じの視点で行かないと結構しんどいなと由香さん、そのタイプですよね、僕そうじゃないからこそ、うん、いやだから由香さん、ね、いろいろ挑戦してる気がします僕もう全然5年後とか,、うん、1>, か1年後2024年の話もあんまできないですよ、僕。 なんか、自分がこうなりたいとか、あんまないんですよね。あ、そうなんですか。ないです。本当ないです、僕。でも、その、仕込んでるものがあると。いや、あ、じゃないです。あれ。え、なんか、その第二弾あるってつうじゃないですか、さっき。ああ、いや、あの、あれですね。あの、や、やってる、今作ってるブランドのキャンドルの新作とかは、作ってます。うん。ってのがあるんですけど。あ、その、すっごい長期的にっていう。そう。そう、なんか、じゃ、今のこのブランド、続けてどうなりたいですとか、は、あんまなくて。 なんかねそこまで考えてないっすね。えでも私も五年後とかわかんないですけどね。なんかでもそういうなんかちょっと俯瞰してないと本当、うん、なんか忙しくなって見失っちゃいそうで怖いみたいな。うん、あ多分だから僕は今はね見失ってます。<laughs> <laughs> <laughs> 確かにユーチューバーって本当、うん、めちゃめちゃもう視点を禁止眼にすると、うん、今日の動画何位だったって話じゃないですか。<laughs> でまあ、もっと遠くすると、うん、この活動続けて何になるかじゃないですかうん、うん、僕だいぶこっちりですねあなでるほどもそれによって集中してなんだろうみんなが求めているものを企画にしたりとかっていうことができるっていうことでも最近ね結構いろんなクリエイターと話したものが、うん、僕タイプの人はそれやってったらどっかで <laughs> あれなんだこれって話して何したいんだったっけなって思う時が結構来るんですよ。 だからそこもやっぱりうまいバランスですね。僕は考えてることはいくつかあります、それでもそんな僕でも。チャンネルっていうと最近、学校の先生とか学校の取材とかを結構やってるんですよね。結構、工数かかるんでたくさんはできないんですけど iPad って今、学校にすごい。 導入されてるんですよね。うん、なんでそれに伴って需要もすごい多いし、うん、学校の先生とかもめちゃめちゃ意欲高いんですよ。うん、で、そういうのをちょっと僕のチャンネルでも取り上げて、まあなんかそうもっと低学年の子から iPad とかを普通に使えるような、うん、え世の中にしていきたいなと思ってるところがあるんで、うん、そういうところをちょっと僕のチャンネルでもちょっとずつやっていければなと思ってるところがあります。視聴してほしいってことですか？うん、難しいですね。えっと。うん 子供が視聴する動画はあんま作れてないと思うんで先生とかですね先生がまず使いこなせてない人がすごく多くて、はいはい、学校によって差がすごいんですようん、うん、でこれってもう教育の差になっちゃうんですよね今後先生の使いこなしによってその子供たちにどれぐらいできるかみたいな一人一台もう入ってるんですけどうん、うん、絶対使わなきゃいけない義務ないんで使えない学校とか先生は一切使わずに授業してるんですよ、えー、でも使ってるところはすごい使っててなんでまあ動画ってこのなんかいいところをピックアップして ままだあんまり使えてない人の差を埋めるというか、うん、まあ僕の動画でその差を埋められたらいいなぐらいのことをちょっと考えてます。いいで,す、ねでまあ、も、ちょっとなんかいやらしい話で言うとそんなになんかそれでどんだけお金が欲しいとか考えてないんですけどビジネスとしても大きな iPad とかがドカッと動いたりするじゃないですか自治体に何千枚みたいな。なのでビジネスとしても全然なんかありかなと思ってるっていうのもありますね。うん、全然わかんないですけど例えば、うん そういういのをこう納入しアップルとの間に入ってそういうところに僕がこう入らせてもらって、うん、例えばじゃあ抗議するそう抗議するとか iPad の使い方すぐに入れたらこういうふうに使えばいいですよみたいなはい、はい、抗議するみたいなところも多分結構何ていうか需要はありそうだなと思って僕をこう必要としていただける、うん、あとまあちゃんとそ,のそこにビジネスがあるっていうのはいいことかなと思って。うん、だからそういういい意味でや,やりたいことと や、れそうだなってことがそこにあるからですね。確かに、でも求められてることだし。そうですね。いいですね。うん。うん、結構それはね、なんか学校行ったら本当思うんですよね。先生っては発信できないんですよ、あんまり。閉鎖的ないろいろルールもあるので。はいはい、ただめっちゃ iPad 使いこなしてるんですよね。<ー>僕なんかよりもすごいもうなんていうかあの日々の現場のアイデアがめちゃめちゃあるんで、それをちょっと 僕のチャンネルハブにしてて広げほいい、ね、他の先生に伝えたいけど先生としては発信しにくいからそうですねで先生同士もなんかね休日とかに交流会とかしょっちゅうしてる、えー、やっぱ意欲高い先生は,はい、はい、でも、まあ、そうじゃない先生もやっぱいるし、うん、あと学校私立はあれだけど公立は予算がなくてとかもいっぱいあるんですよねうそういう差をちょっとでも埋めたいなって思ってますねうん、うん、素敵ですねありがとうございます <laughs> <laughs> 結構なんかね、学校の取材とかあげると、うん、僕の同級生とかも,もうお子さんいらっしゃる家庭も多くて、はいはい、たまに連絡くるんですよ、えー、なんか動画見てあの学校入れたくなったわみたいな<ー>、まあ、僕らもそういう年齢じゃないですか子供のこと考えるというかうん、うん、だからこそなんかちょっと自分ごととしてもなんかやってみたいなと思うんですよね。えそしたらなんか学校取材の来てくれたら。なんか、その… それもちょっといやらしい話 <laughs> 入学してくるほしいみたいなまあさすがにあのー、まあ応援したいの学校の方なんで <laughs>、うん、応援したい方からお金もらうことはまあ当面なないかなと思ってるんですけどうん、うん、それはそうですねそこはなんかあんまりお,お金じゃなくて、うん、本当に応援したいと思ってるんでやってますへ、うんうんえー、ありがとうございます、えー、じゃあ2024年も楽しくはい元気に、はい 元気大事よ。元気大事。ですね。ゆゆかさんいつも元気なんで。あ、そうですか。元気なイメージある。んで割と元気かも。うん、割と元気ですね。やっぱね、安定感が大事ですね。クリエイターは。メンタルの安定が。メンタルフィジカルも大事なんで。フィジカル、そう、そうですね。確かに。運動しないといけない。二つがあってこそのユーチューブなんで。あ、結局そこっすよね。結構フィジカル使いますから。ね結構ね。いや、マジで腰爆発しますもん。たまに。ね。 ずっと座ってずっと座りっぱなしちんでね今日も私この全部機材持ってきたのに半分忘れてタクシー乗り換えるっていうサザエさんもびっくりのおちょこちょいサザエさんやらかしましたけど無事収録できてたすはいということで今日のゲストは平岡優太さんでしたありがとうございました本当にありがとうございますありがとうございます今年もよろしくよろしくお願いしますバイバイ ということで今回は平岡裕太さんをゲストにお迎えして平岡さんのクリエイター活動の裏話とかクリエイターとしての生活の話とか2024年の抱負の話などいろいろとお話ししてくれました冒頭で紹介した海外旅行の時に便利な eSIM のオラフライは概要欄のリンクから詳しくチェックすることができます私のクーポンコード y u k a o h i s h i で5%になるのでよかったら使ってみてくださいこのエピソードお聞きいただきありがとうございますまた次のエピソードでお会いしましょうバイバーイ